ホーム、宮ヶ浜駅は、鹿児島県いぶ市西方にある、九州旅客鉄道いぶ枕崎線の駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅、無人駅となっている。ホームの中央付近と、枕崎川ホーム端には、JR 西日本の福知山線脱線事故を受けて、坂の上駅と同様に、速度調査 ATS 用の速度制限標識があり、それぞれ、 速度小さぶり69、速度小さぶり79と表示されているが、当線への振込式車両の入線実績や計画は、現在のところない。かつては、線路のすぐ脇が護岸であり、海岸線近くに設置されていた。しかし1990年度に、国の海岸環境整備事業の一環として、大規模新水リゾートの計画が打ち出された。 約3万平方メートルを埋め立てて、海水浴場と新しい護岸を建設し、道路を通して、当駅からも歩いて行けるように歩道橋を整備する計画であった。これに伴って1992年から埋め立て工事が始まり、駅からは海岸線が遠のいた。バブル崩壊などに伴って、計画は遅延し、最終的に海水浴場の計画は中止となって、一部の 公園と道路のみが共用されている。ABCDE 市の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTBE、1998年、709ページ。ISBN 978から4から5 3 3二2 9 8 0 6通報、芸備線西三次駅ほか12駅の駅員無配置について、鉄道広報、 P2 日本国有鉄道工事第211号漢方宮ヶ浜駅時刻表企画我が町フラッシュイブスキ氏宮ヶ浜港一帯の浸水リゾート計画大幅縮小16年目に鹿児島県が方針転換し現実的な選択南日本新聞2006年9月6日ありがとうございます